よし、到着したぞ。もう時間がないわ、早くしましょう。もう少しだ、待っててくれ、織姫。ここが星の国。どこが天の川かしら。ここまで来たら、我でもわかる、ついてきてくれ。せっか、急ごう。ここまで来て待ってなんか言わないわ。ほう、お主が織姫か。あなたは知っておろう、星光王子だ。彦星はあいつはもう来ない、それよりもっと我の近くに来い。いや、来ないで。仕方ない、少々手荒なことをするしかないか。いや、助けて、彦星。織姫ー。彦星。すまない、織姫、少し遅れた。いえ、来てくださっただけでも嬉しいです。彦星、なぜだ、お前は地上に落としたはずだ。我のために多くの人が助けてくれた。そして今、ここに帰ってきた。バカな。我の部隊はどうなったのだ。お前の部隊ならもう全員やられたよ。誰だ。さっき地上からコンタクトが来たけど、お前の部隊は全員撃破したって連絡が来たよ。しかも全員無傷だって。あなたの部隊すっごく弱いのね。ありえぬ、数十万の兵士と国でも上位の実力者である刹那だぞ、そんなことか。ちなみに、今回の件は月乃とに報告されるみたいよ。もうお前に権力なんてない。何をバカな。もう話は、頼姫と豊姫率いる月乃使者に届いてるみたいよ。やはり、あの方は、矢心様。月乃とを作ったメンバーの一人で、月乃賢者と呼ばれた存在。バカな、なぜ今頃になって、そのような大物が。感謝します、矢心様。これで遠慮なく私は星光を倒すことができる。ほざくな、お前ごときに我が負けるはずがないだろう。織姫、下がっていてくれないか。はい。大丈夫、必ずそなたのところへ行く。織姫様は私に任せて。織姫様、こちらへ。はい、ありがとうございます。彦星、僕も手伝うよ。すまない。貴様ら、王族相手に勝負を挑むつもりか。この大罪人が、それはもうお互い様だろう。我は絶対にお前を許さぬ。織姫は我が愛した最愛の妻だ。たとえ一年に一度しか会えぬとも。それまで毎日織姫のことを思い、愛し、そしてまたこの日を待って、またここで会うことを約束する。それを邪魔する者は誰であろうと容赦はせん。行くぞ、星光。どうしたらいい？おのれ、我に攻撃を仕掛けるとは。よそ見してると痛い目に遭うよ。邪魔。彦星の痛みを少しでも知れ。おのれ、彦星、こうなったら織姫を消してやるわ。しまった、織姫。大丈夫、そこには石化がいる。こんなの、石化お姉ちゃんに比べたら大したことないわ。やあ。な。うわあ。やった。やったぞ。星光を倒した。織姫。よかった、織姫が無事で本当によかった。私も彦星様がご無事で本当によかったです。やっと会えたな、織姫。はい、長い年月、本当にこの時を待ちわびていました。いいわね。愛し合う二人。こうやって見てると頑張ってよかったって思うわ。せっかー。あ、パト。せっかー。すごいよ、さすがだよ。あの土壇場の中で魔法を跳ね返すなんて。ちょっと、抱きつかないで。まあ、これも悪くないからいいか。本当にありがとう。あなたたちのおかげでまたこうして織姫に会うことができました。本当によかったよ。お幸せに。って言ってもまた一年会えないんだよね。大丈夫です。確かに一年は長いですが。こうして一年に一度、こうして愛しい彦星様のお顔が見れるから。やっぱり愛ってすごいね。お主もいずれ見つかるさ。その時は絶対に守ってあげるのだぞ。うん、約束するよ。それじゃあこのまま二人きりの時間を邪魔するのもあれだし、私たちは帰ろうかしら。そうだね、これで今年もいい七夕を送れるよ。あなたたちの思い、天まで届くことを心から願います。それじゃあ僕たちは帰るね。終わったね。パトは守りたい人は本当にいないの？わかんない、でもそれって僕自身自覚していないだけなのかなって、そう思うこともあるかな。そっか、兄弟って思い込んでる今では、どう転んでも家族愛で終わっちゃうよね。石化はいるの、守りたいって思う人。いるわよ。そっか、きっとその人は幸せ者だよ。そうだといいな。なんだ、襲撃。星光。そのまま、宇宙の木図となりやがれ。
星3つ、なんてことを。俺に逆らう奴はゴミになるのが一番だ。特に彦星、お前は必ずスクラップにしてやる。まずい、あの方たちが。任せて、羽衣。いやー、そ、せめて大気圏内まで保ってくれ。せっか、絶対に俺から離れるな。うん。己星3つ、決着をつけようではないか。どっちかが倒れるまでな。星3つー、彦星ー。うわー、くらえ。この野郎、調子に乗ってんじゃねえぞ。絶対に負けてたまるか。無駄なあがきを、王族代々に伝わるこの技で消し飛ばしてくれるわ。天皇、天の王力先行。ここもしんそ、このままだと二人とも死んでしまう。パパ、お前だけは、お前だけは絶対に死なせてたまるか。信号アートだぜ、ローフォース。どうする、どの法則を作れば助かる。バカ、ごちゃごちゃ考えるな。自分の知っているありったけの法則を一つにまとめる。信号ありとあらゆる法則で僕たちの代償を防げ。地球に入った、もうどうとでもなれ。じゃあ